こんにちは、関本新太です。こんにちは、関本悟です。今日は僕の7冊目の自出版本について紹介します。7冊目の本のタイトルは、日本鬼最強王決定戦です。イラストや中の文章などは僕が全部一人で制作しました。今までの本とは違って、こう中身をすべてデジタルで作成しました。サトルはなんかお気に入りのページある？自分はここのトーナメントのここに出てきた儀式八面大王っていうこの鬼のこういうなんだろう、こういうなんだ、医術を使ってる感じが好き。この絵の表現とかが。本はどれくらい時間をかけて作りましたか？制作期間は1年ですね。1年と少し。どう？長い？短い？長い。長いよね。でも一人でやってるんだから、ある程度は、ね、ある程度はうまくいってるんじゃないかなと。今回は、はい、どんな風に本書いたんですか？やっぱり一番はこのせっかくデジタルで書けるなので、このできる限りここでしか出せないようなその色にこだわりましたね。暗さとか、あの草むらのその緑色っぽさとか、そういうのをできる限りその自分が、あ、いいなって思った感じで書いてみました。納得度はどうですか？納得度はものすごくいいですね。ただやっぱりちょっとここ気をつけた方がもっと良かったなっていう場所は何箇所もあったので、もしこう次挑戦する機会があったら、そういうところも気をつけて、もっといい納得できるような感じの本にしたいなって思ってます。お兄ちゃん、この頑張って作ったこの本をどんな人に読んでほしい？鬼をメインに作った本なので、こう鬼が興味あるとか大好きな人に読んでほしいし、あと妖怪とかにもこの分かりやすいように書いているので、そういう人にはものすごく読んでほしいなと思います。じゃあ皆さん、ぜひこの本読んでください。読んでみてください。ありがとうございました。